今日はカーシー博士の INFP で、こちらの表で言いますと、一番下ですね、この NF が4タイプあって、この先生側、指導者側に行く人と提唱する人、はい、広くスピーカーな人の方に入り、かつなだめ、敵意を取り除くヒーラーと言われている INFP のご紹介をさせていただきます。 INFP さん、ザ・ヒーラー。この INFP にとっての癒しとは、私生活や人間関係を苦しめている分裂を修復することである。それは自分自身と他者に対して融和的な態度で接し、失われた一体感や誠実さ、あるいは INFP が一体感と呼ぶものを取り戻す手助けをすることを意味していますと。このような、INFP ヒーラーは世間に対してはとても静筆静かで、また見た目は目立つほどこの楽しそうな顔をしているが、外見上はこの穏やかでのんびりしているように見えているかもしれないけども、その内面は穏やかではなく、他のタイプには通常見られない思いやりの能力を持っていますと。ヒーラーは数人の特別の人や好きな大義を深く情熱的に大切にし、世界に平和をもたらし、自分自身と愛する人に完全性をもたらすことを熱烈な目的としていますと。ハードル高いですね急に、はい、このプラトンの理想主義者、アリストテレスの倫理主義者の亜種である INFP はほとんどの点で他の NF タイプとは変わりませんと。他の NF 理想主義者と同様に、彼らは抽象的なコミュニケーション、まあ、言葉遣いですねと目標を実行することに協力的であると。これは協同組合 SJ タイプと一緒です。人文科学について学びたがり、式に気を配り、式っていうのは AAO の式ですね。で、人事とうまく、人とうまくやっていく方向性としては、利他的で信心深く、神秘的で道筋に位置し、道だと、タオだとタオとは言ってませんが、ごめんなさい、はい、道筋に位置し、明日を見据えています。いや、もうこの未来に向かった道にいるってことですね。共感的で慈悲深く、本物だと思われることに自己イメージの拠り所にしていますと。という、そんな方 INFP ヒーラーは、強い個人的道徳感に由来する深い理想主義の感覚を持ち、世界を倫理的で高潔な場所として考えています。実際この INFP ヒーラーさん、ヒーラーさん、ヒーラーを理解するには、彼らの理想主義をほとんど無限で無視、ない私、無視のものとして理解しなければいけませんと。彼らは部族のシャーマンであり、ウィッチドクターであり、おとぎ話に登場する王子や王女であるあり、ドン・キホーテやジャンヌ・ダルクのような真の騎士であり、信仰、信じる信仰、信仰の擁護者なのだと。世間離れしていることと、その頻度の低さ、かっこ人口の 1% 程度だと、によって孤立している彼らの理想主義は、他の人からさらに孤立していると感じさせますと。確かにツイッターとかでも、はい、まあ、動画でお一人で喋ってるのは、はい、INFJ ですが多いんですね私は INFJ である、はいはいはい、っていうのを、なんていうんだろう、よりどころというか、うん、それを 武器というか、なんていうんでしょう、それをキャッチとしてやってる方たくさんいらっしゃいますけど、はいはいはい、INFP さんはいないですね、うん、それはこの表でいうところの、その上の人たち、教えるよっていう、はい、教えるのが上手い人たちと一体感なんだ、はいはいはい、っていう、
まあ僕っていうこの違いなんですかね。いやもうこんな動画じゃ無理だと言いたいかなんて無理そういうことでもなくだそうです、ね、ごめんなさい、僕はすごい言葉面を捉えてる、はい、でも実際動画は見られてますけどね、はいはいはい、IMFP さんの、うん、ただなんかコメントもまあ来ますよね。コメントもまあ行きづらいが来てるような気がします、はいはい、それはやっぱり、まあ、政治家だけがこの税金を納めないのを許され、はい、今から確定申告大変ですねっていう時期だと、はい、死にたいになるのも分かりますけどね、はい、なんでこんな払うって、はい、すいませんこれはいろんな感覚があるかもしれません。そう、多分内向だからもっと内面に向いてるんじゃないですか。僕は内面に向いてないですか。その僕はこのままでいいのだろうか、人としてですよね。それ僕のこと、収入、あ、それ僕のとかじゃなくて、あ、 INFP さん、ヒーラーさんですね、うんうん、はい、あ、なんて言うんだろう、生きていくために人のなんか拠り所に慣れているかみたいな話じゃないですか。スーパー倫理主義、はい、だとすると全然よくない世界に見えてるっていう。よくないのは自分なんじゃないですかって話です、全くわからない。内向なので視線が自分に向いてるわけじゃないですか、はい、よく言う、はい、なので自分はまだまだダメだからこんなにダメなんだって、自分が悪いんじゃないですか。政治家はとか言って外に向いてない僕はやっぱり外に向いて、あ、なんか変えねばとは思うんですね、はい、もう出るしかないぐらい今、はい、老子道徳党として、はい、ぐらい思ってるんですけど、そういうのじゃなくて、その外の不公平感みたいなのを見てるわけじゃないですか僕、はい、はそうですね、自分もそうだし、はい、まあ、はい、変えられるなら、あとまあワンチャンそれでお金がもらえるならぐらいの広いし、はい、広くない視野で見てます、はい、なんかこうこの人たちはもっと自分に見てそうだなって、私はみんなを癒せているのかどうかみたいな。でもジャンヌ・ダルクは戦いに出るわけじゃない。戦いに出るのは自分をですよね。もっと癒したいわけじゃないですか。みんなを救いたいと思って出るわけですよね。僕とは違いますか。まあいいも擁護者ですからね。チャンピオン、はいはい、はい、ごめんなさい、ちょっと内向の感覚が分かんなくて、自分が悪いんだっていう結論に落ち着くんじゃないですかっていう話、ね、生きづらいっていう人たち、あ、全く外にはない、全くじゃないと思いますよ、はい、だけどこう自分がダメな気がするんじゃないかなっていう、あ、自分の不完全さが目につく感じかと、じゃないかなと思うんですよね。二等辺は社会も含めてじゃないですか。世界も含めて、うん、いや体調もどうです、体調って。僕ですか。そんなこと考えたこともない。考えたこともないマジか。僕はまあこの世の中どう生きていくかだけですからね。だけじゃないですけど、はい、はい、そっちの方が重要みたいな。自分が良くても周りが悪くても関係ないんですよね。悪い中でどうやって生きていくかみたいな感じの。もちろんそうですけど、それが主です。大半がそれですって感じです。で、世の中良くしたいみたいなのも多少はありますけどぐらいの良くなったらいいなみたいな思いもまあ多少はありますけどみたいな感じです。なるほど。あと人のせいにできない分 INFP さんは、はい、ちょい辛いですね。そんな感じはしますけどね。だからこう辛い、生きづらいって書いてるんじゃないですかね。でまた掲げてる理想も高いんでしょうね。はい。どんなんでしょうね。ちょっとじゃあ先を、すいません。ヒーラーが、INFP が自分自身や他者との間に一体感を求めるのは、もしかすると不幸な子供時代から来る疎外感のせいかもしれない。INFP は空想に満ちた子供時代を送るが、悲しいことにそれは多くの親によって抑制されたり罰せられてたりさえすると。社交的で勤勉であることを具体的な形で欲求する両親や、そうした親の期待に応える地道な兄弟を持つ INFP ヒーラーは、自分を醜いアヒルの子と見なすようになる。他のタイプは
自分に合わない親の期待を受け流すことができるかもしれないが、INFP は違うと。そうか、一体感ですもんね。はい。親や兄弟を喜ばせたいって願いながらも、どうすればいいのか分からず、自分の違いを隠そうとしますと。で、自分たちは大丈夫なのだろうかと。そのうち何人かは、それを一生悩み続けると。アヒルの家族の中で育てられた白鳥なのだと。いや、もう泣きそう。そっか。はい。なんかどこかで親離れするじゃないですか。はい。うっせえと。はいはい。お前黙っとけと。俺の人生じゃ、みたいな。はいはい。のは訪れるじゃないですか。はい。早ければもう小6ぐらいで。はい。そっか、一体感だと無理なんだ。一体感だし、その全員喜ばせなきゃいけないみたいな感じで思ってるんじゃないですか。それは難しいよ。はい、難しいですよ。で、自分のやりたいこととかはできなくなってみたいな感じですよね。僕これやってて思うのは、はい、本当にみんなに好かれないなと思いました。もう嫌いな人は嫌いなんだろうなって思いながら、はいはい、なるほどね。 NFJ と NFP だと NFP の方が在野というか、まあ、街の中、市井にいる感じがあると。過度に内向的だと先鋭化しやすく、自身を傷つけるものになるんだろうなと思います、うん、まあ、今の話ですね。この白鳥なのに、はいはい、アヒルになれって言われると、はい、要はいい大学、いい大学、はい、いい会社、はい、お兄ちゃん頭がいい、まあ、そこは能力の差の問題でも、なんかこの、おぎまま、はい、おぎままの、おぎまま教育者ですよねと、はいはい、で娘さんがいますと、うん、で娘さんが大学行くときに、はい、美術系のとこに行きたい、はいはい、みたいな話をしたと、うん、でその時に あそこ行ってだってお金にならないよ、はい、みたいな話をそういう話ポロッとしたと、はい、でそれがきっかけで、まあ、その娘は、はい、美術系のとこに行かずに、はい、まあ、親がいいよみたいな大学に行ったと。多分そういう話だと思う。本当はやりたくないのにこっちの道に進んでるみたいな。で、ある時それが爆発するんですって、うん、要は反対されたって、はいはい、でもこっちとしてはおぎままとしては行った覚えがないと、うん、そんなこと行った覚えがないレベルの軽く行ったって話。そう、はいはい、で聞くとあの時ねって、はい、お金にならないって言ったじゃないみたいな、はいはい、いや私は、はい、なんて言うんだろう、一般的にそうだよみたいな、はい、つもりでポロッと言ったと、はい、あなたが行きたいって言ったら、はい、行かせてあげてたよと、うん、この齟齬、はい、親としてわかる、はいはい、行きづらいって何でしょうね、はい、ごめんなさい。醜いアヒルの子っていう表現がまさに生きづらさの表れですねと。まあ白鳥は見た目でわかるからいいですよね。例え話に乗っちゃなんですけど。まあでも自分で自分のことをそう見てるって話だと思うんですよね。あ、要は実際の醜いアヒルの子ではなくて、はい、自分で自分のことをそう認識してる。だから今の自分は見にくいと思ってるけど、本当は白鳥なんだって思ってるって話ですよ。なるほど。はい。じゃあ白鳥、ごめんなさいね。僕、はい、いつもの僕が出ます、はい、じゃあ白鳥を誇ればいいじゃないですか。白鳥を誇ろうとしてそうやって思ってるって話ですよね。ごめんなさい、今僕は見にくい、はい、けど本当は美しいんだって話ですよ、はい、それを誇ってるって話ですよ。だけど今見にくいんだっていう心の拠り所みたいな感じになってるって話ですよね。ごめんなさいね、多分ね理解できてないいや、そのそれは何を言ってるんだろうって。結局自分は報われてないって話ですよね。なるほど。報われてない状況を、でもこう想像力が豊かなんで、多分自分は白鳥なんだって、今は報われてないけどそのうち白鳥になれるんだって思ってるって話。そこに対して、はい、じゃあ白鳥やればいいじゃんは違うんですね。白鳥ですもんね。はい、白鳥かどうかじゃないんですよ。醜いアヒルの子って、はい、っていう話じゃないんですよ。醜いアヒルの子だと思ってるって話ですよね。それを握ってるって話ですよ。なる、はい、ね、なるほどじゃないですけどエニアグラム的な話と思って捉えればいいですかね。まあ思い込みですよね。
すべてのタイプに持ってるやつですね。すべてのタイプが多分、はい、何かを握ってますもんね。それでそうすることで心を保ってるって話じゃないですかっていう、この合わせてしまうって話ですよね、周りに。で自分のやりたいことできなくて、そっか、そこにやればいいじゃんは全然言ってることが僕は、はい、多分違うんですね、まあ、やればいいじゃんはある答えとしてはある、一つあるとは思うんですよ。でもこう人のニーズを満たしたいみたいな話ですか。あ、それも一体感もあるんだ。はい、で一体感の方が強いんだ。はい、でそうすると自分は報われてないっていう思いが、醜いアヒルの子っていう状況を作り出してるんだと思うんですよ。私はみんなのためにいろいろやってるけど全然報われないみたいな、この状況は。でも私は本当は白鳥だからって、白鳥だよ、はい、って思って心を保ってるみたいな、その状況を作り出してるのは自分だって話じゃないですか。はい、なるほど、なるほどじゃないけどすいません。はい。